古今梅は、バラ科大根草属の多年草。別名、エゾキン梅。どうか、古今梅属、ウォルドスタイニアウィルトに分類される場合がある。地中で、細い根茎が生い、伸長する。葉は、根茎の先端から、長さ5から10センチメートルになる傭兵を出し、先に産出服用をつける。頂き商用は、長さ2から3センチメートルの皮脂状等卵型で浅く。 三列子、縁は、結国と巨子があり、側小葉は歪んだ卵型になる。葉の両面に毛がある。傭兵の基部となる根茎の先端に、角質の卓葉があり、輪片状になり、後にも残る。下記は5から6月。根茎の先端から下茎が伸び、高さは10から20センチメートルになり、しばしば分子し、先端に黄色の花をつける。下茎には、包葉が数個つく。 花弁は5個で平ら開けし、花の小道は2センチメートルになる。学列片は5個で、非神経。副学片は5個で、学列片より小さい。湯髄は多数。花中は5個内外。果実は痩せ家で、東卵型となり、長さ3から4ミリメートルで、白髪が多い。日本では、北海道、本州中部地方以北に分布し、 産地のブナダより高い森林の開いた土地に生育する。世界では、朝鮮、カラフト、中国東北部、ウスリー、アムール、シベリア東部に分布する。金宝外科の金梅草に似て小型であることから、古金梅という。ありがとうございます。